セリフさんちゃんと映ってるはずの画面を見てやるか。スリープって言っても次はカノンです。これまた変えないといけないんですけど、毎回ね
スコア3から4になったのでちょっと変わったみたい。今日は見つからない。
カノンでした。ちょっと今日は味噌が多かったかな、昨日よりも。てかまあ、いまだに覚えてないところ。てか覚えたと思っても、なんか急に間違えたり、忘れてしまったりとか。そういうところはいまだにあるんですね。さて、最後は今頑張って練習しようとしているところであるハウルの動く城の主題歌なのかな、主題歌なのか、まあとにかく曲の人生のメリーゴーランドっていうのを、練習しています。で、まあそれはもうメインで中心となるメロディーが何かって大体分かってるんで、そこのこの水色の部分、あ、まあ、映ってないかな、そこ、あ、映ってるね、水色の部分をまずは綺麗に弾けるようにしようと。でここはの指押さえ、指押さえとか指番号とかどの弦かっていうのはこの間書き終わったんで、このバイオリンを一緒にやってる人と一緒にやって、これは第3ポジションなんですね、基本的に。で最初のゼロからちょっと、まあまずちょっと音階を、音階やってみます。下からやるのどうかな、正確に言うと3番目の C の音は、なんで2の指を押さえるのかよく分からんけど、ちょっとあんまピントがピントじゃないよ、音程が合わない。
ポジションに色が入るからもおかしいな。急に第一ポジションに戻るんだよこれ。今日はこれで終わりにします。